えー、早速ですが、えー、私たちが今いる北海道大学、えー、札幌キャンパスについて考えてみましょう、えー、あのこのキャンパスですねあの非常に広いという特徴がありますそれから、えーまあ、病院、大学病院、えー、食堂、えー、本屋さん床屋さんそれから今日などはですねあの一応並木が、えー、歩行者天国になってカフェまで出てるとこれはもう一つの、えー、町と言えるのではないかと思います で昼,間の昼間は学生と教職員足して2万人以上の人口がある、えー、まあ小さな町ですね、えー、こういった特徴があると、それから、えーまあ、あの札幌市はもとよりです、ね、あの北海道の中でも最大規模の一般事業所であるという特徴もあります。ということは、すなわち、えー、温室効果ガスの中でもとりわけ主要なものであるとされている二酸化炭素の排出が非常に多いという。 ことがありますで現にあの私どもの試算ではその北海道から出る二酸化炭素の0.1%がこの札幌キャンパスから出てるという、えー、ように、えー、見積もっていますですから、えー、こういったですねあの大学を一つの、えー、社会の縮図と捉えていろいろな活動をやっていくということがまあここ10年ぐらいです。あの 欧米を中心に始まってきて、それは今、世界中に広まっています、これがサスティナブルキャンパス活動と呼われるもので、大学をキャンパスをモデルとして、環境負荷低減、先ほどの二酸化炭素削減もその一つですで、こういった取り組みに向けた技術や施策をですね試験的に導入することによって、その効果を検証して、それを将来的には社会に応用していこうという、こういった取り組みがあります。 で今日お話しするのは、そのサスティナブルキャンパス活動の一つですけれども、まあ、この札幌キャンパスをです、ね、そういった実践の場として、低炭素社会を実現するためのシステムを考えてみようということです。まずシステムを考える前に、札幌キャンパスの特徴をよく把握しないといけません。一つは有機性廃棄物が多いといととうことですこれ 例えば皆さんが学生食堂に行って食べ残さなければそれは食べ残さないのが一番いいんですけどもやむをえず食べ残してしまったものこういったものは残飯となります残飯となったものは生ごみとして有機性廃棄物として処理されますそれから今の季節紅葉が非常に美しいですけどもこの紅葉はやがてその落ち葉となって土のの 道路,にこう道路を覆うわけですで先ほどの柴田先生のお話でその落ち葉の重要性ということがお話にありましたが残念ながら今市街地では落ち葉は,これは有機性廃棄物として処理されるのが現状ですそれから北海道大学ではたくさんの家畜を農場で飼ってますがこの家畜から出た糞尿これも有機性廃棄物の一つそれから木材ですねあの木から木の枝 こういったものもの有機性廃棄物として処理されますそれが、えーまあ、このような有機性廃棄物が非常に多いというのが札幌キャンパスの一つの特徴ですもう一つはこれからあの痛いほど実感することですけども、まあ、寒いということですね北海道は寒い札幌キャンパスも寒いということでもしこの、まあ、寒いので暖房を使いますけども今のところ暖房源というのは多くは化石燃料 灯油であったりガスであったりそれから電気も化石燃料期限がまあ多いわけですですから暖房使用によって二酸化炭素排出というのがまあ伴われるわけですこういった有機性廃棄物が多いそれから寒いというのが大きな札幌キャンパスの特徴として挙げられますまあこのような特徴を踏まえて学生とそれから一部教職員ですね が主体となっってて、えーまあ、私どもでやっているプロジェクトを今日ご紹介します、まあ、あのこのプロジェクトの名前は少年を堆肥を抱けと、まあ、どっかで聞いたようなフレーズですがこれを今日ご紹介します。でこのプロジェクトではどういうことをやっているかというと、まあ、このキャンパスから出るです、ね、生ごみそれから家畜糞尿、まあ、落ち葉枯葉、えー、枯れ枝こういったものを堆肥化して 学内の農場で農作物を作るために使用しようということを考えていますでそのために非常に多くのデータが必要です例えばどういった条件で堆肥化がうまくいくかそれから堆肥成分ですねいろいろな有機性廃棄物がありますがそれをどのように混ぜたら効率的に堆肥化ができるかこういったデータを集めることも一つの目的ですで一方でその今のようなデータを集めるとその 二酸化炭素をこのシステムによって削減できるかどうかということは明らかになりますが、一方で、このシステムが本当に実際に社会に広まっていく可能性があるのかということは、これは経済コストを考えていかないといけません、そのために、このプロジェクトをやって、どれぐらいの人手が必要だったか、スペースが必要だったか、お金がかかったか、こういったことを実際に測定するということも非常に大事です。 でこのようなものをすべて踏まえて新しいシステムに向けた提案を行っていくことを目的,目的としています。それではあの現状の有機性廃棄物有機性廃棄物の処理状況についてお話し,したいと思います。この図は北海道大学のその札幌キャンパスにおける生ごみ枯葉こういったもののフロー流れを示したものです。 生ごみの前に、まず食,食事ですけれども、これはあの皆さんが学内で食事される食材のほとんどは現状では大学の外から買っています、それが学内の食堂、あるいは病院,病院でも病院食が提供されますので、その中で調理されて、それが消費されるとで、残念ながら残ったものは、これ、食料残差、あるいは残飯として。 現状ではこれは学外から業者さんが来てそれを学外で堆肥化という処理を行っていますそれからまあご存知のように札幌キャンパスには広大な農場があってそこでは主に研究用に農作物が栽培されていますでこの農作物を作る際に堆肥肥料が必要ですが現状ではこの肥料は 外から学学校の外から買っています。それで農作物を作って農作物の一部は学外に販売されています。で、枯れ枝剪、えー、定し。例えば今年あの夏台風が、えー、まあ多く北海道にも来ましたが、まあこういった台風あるいは大雪などが、えー、まあ来ると枝が折れたりします。 そういった枝を現状では木質チップ化チップという,こう,いう小さいですね木片にしてそれを学内の遊歩道に撒いています遊歩道に撒くことによって遊歩道に生える雑草の成長を抑制するという効果を狙っていますそれからこれ今有機性廃棄物を考える上であの後でこれが重要になってきますが 今、寒いという特徴をお話しましたが、暖を取るために大学のほとんどでは、現状ではエアコンを使っていますが、一部で灯油ストーブを使っていると、でその灯油ストーブの燃料となる灯油は、これは大学の外から買っているわけです。で、これを暖房使用に、暖房利用に使っているわけです。まあ、このような今、えーまあ、有機性廃棄物の循環システムになっていますが、これをですね、 これからまずそのプラン1としてですけどもこれはあの生ごみの学内退避化を行うプランです現行のシステムと違うところは生ごみが出てしまってそれを学外で処理するのではなく学内で退避化施設を作って処理をするということが今までと違う一点 それから農作物を作るために学外から堆肥を買っていましたが今できたこの学内の堆肥化によってできた堆肥を代わりに使うとそれが2点それからもう1つは農作物ですねこれは外に販売している部分もありましたけどもこれをなるべくその大学内の食堂あるいは病院に提供して中は非常にローカルな地産地消を実現していくようなシステム この3つの特徴を持った学内退避化というシステムを構築していくことを考えますこのシステムではその他の例えばー齢ン処理それから灯油ストーブに関しては現行のシステムとは変えていません続きましてプラン2これは生ごみの退避化学内退避化とともにチップストーブを導入するというプランですで学内退避化についてはこれプラン1でご,すご説明したものと同じです で違うのは木質チップストーブを導入するということです現行のシステムあるいはプラン1では枯れ枝をチップ化してそれを有法道に巻いていますしかしこのプランではそのできたチップをです、ね、あのチップストーブというこれはあの木質チップをそのまま燃料にできるストーブを導入することを考えますこれを導入することによってこれを新しく導入してえ 灯油ストーブの代わりに使うことで、今まで学外から灯油を買ってきた工程が省略できます、まあ、このような流れをプラン2として提示します。今からこの現行システム、それからプラン1、プラン2の環境負荷低減効果、それから経済効果についてお話ししたいと思います。まず環境低減、環境負荷低減効果ですけれども、二酸化炭素排出量を考えていきます。 これ現行システムでは年間のこのキャンパスから有機性廃棄物の処理にかかる二酸化炭素排出量は私どもの研究では大体年間200トンぐらい出てると計算しましたでこれをプラン1つまり学内堆肥化施設を導入することによって例えば外から買ってきた堆肥を輸送させることに伴う二酸化炭素 あるいは学内学外で堆肥化するために生ごみを外に持っていくために伴う二酸化炭素排出、それから学,外でをす学内で生ごみを堆肥化することによる堆肥製造にかかる二酸化炭素排出、こういったものが削減できます。その削減量が現在のシステムよりも63トンぐらい年間減るという試算をしています。続きましてプラン2ですが こちらはストーブを灯油ストーブから木質チップストーブに変えることによって灯油を外から運ぶということ、それから灯油を実際に燃やして出る二酸化炭素これを削減することができます。その削減効果というのはプラン1よりも100トン程度減ります。ということは現行システムよりも年間160トンぐらい減るという計算が。 計算結果が出ましたつまりもし私たちが提示した新しいです、ね、システムプラン1とプラン2を導入した場合にはいずれもその二酸化炭素削減という観点からすると推進すべきものであると考えられますしかしここで問題です経済効果を考えてみますとこれプラン1で 学内体費化施設を新しく導入すると、およそ4000万円ぐらいの投資費用が必要であるということが試算されました、それからプラン2ですけれども、これはです、ね、1台30万円のチップストーブを80台導入するという仮定を置くと、2400万円、つまり初期導入費用の全体としては6000万円余りの出費が伴うということで。 これが高いか安いかということをまず検証しないといけないとそれから二酸化炭素1トンを減らすのにどれぐらいお金がかかるかということですけれどもこれはプラン1では2万円程度プラン2では2万5千円程度かかりますこれは現在の国際的な炭素価格数千円と比べると比較的高価な値になっていますつまり経済コストだけを考えると現状のシステムというのは必ずしも導入に値する もののにはなななっていいいいととととううこここがががかりりまますつまり導入コスト高課題なわけですですからこれをもし経済コストをもうちょっと安くするということであればいろんなことを考えていかないといけない例えば補助金を導入するそれから炭素に価格をつけるこれはカーボンプライシングっていいますけども炭素クレジットを導入するとかですね炭素税を導入するとかですねこういった経済的な動機が必要となってきます。 そこでこでれは特に学生さんにお知らせというかお願いですけれども、このプロジェクトですね、ここまでのところでいろいろな結果を出してきましたけれども、決してこれで終わったというわけではない、むしろようやく始まったというのが正しいと思います、これに参画してくれている学生さんは非常に一生懸命やっていますが、まだまだいろんなことをやる必要があると、特に経済コストに関しては、これをどう現実なものにしていくかということが。 非常にに大きななな課題になっているわけですす、まあ、ろんな、えー、施策があります例えば、えー、現状でそのバイオワスプラントというものが、えー、大学の中にあるこれはあの家畜分量からメタンガスを取り出すと、えー、そういったことでこれもしこれを、えー、新たに導入、えー、この試算に加えていけば経済的動機はもっと得られるかもしれないとそれから、えー、今日あのいろいろお話ありましたけども えー、広い北大は広い研究林を持っているわけです、だからそこの研究林もキャンパスの一部として、そこで行われている干伐の木材なんかも使ってみる、それから高木先生のお話でありましたけ、まあどの水産資源の、これも有機性廃棄物ですから、こういったところも含めて考えていく必要があると。これはもし、えっと、北海道が あの先ほど、北大の特徴として申し上げたその有機性廃棄物が多い、それから寒冷地であるという、この2つの特徴と共有できる自治体がたくさんありますので、もしここで取り組んだ取り組みがそのまま社会に応用していくためには、どういったことが追加的に必要かということを今後、考えていきたいと思います。とということででのお話はですね あの今まで、えー、とかくゴミ、えー、とみなされてたですた、ね、有機性廃棄物をこれ、宝とみなして、えー、宝の山ということで、えー、大学キャンパスから、えー、いろいろな取り組みを行って社会を変える、えー、一つの、えー、手助けにしていきたいと考えています。以上ですどううもありがとうございました